にちは、かけむらです。今日もまたセブンイレブンさんのおにぎりで、何でしたっけ韓国風海苔を使った豚焼肉とキムチ、すいません、紙ですね。豚焼肉とキムチのおにぎりの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンのおにぎり、新発売、韓国風海苔、豚焼肉とキムチ、お値段は税込み140円です。ちょっと高いですかね。そういたしましたら、まず原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。ご飯、豚肉、白菜、キムチ焼き、韓国風海苔、調味料、pH 調整剤、グリシン、何ですかね、胡椒かな、香料、分かれ、酸味料、穴糖色素ということです。エネルギーの方は、1本あたり200キロカロリーですね。はい、こちらの方が豚焼肉とキムチのおにぎりの中身なんですが、なんかすげえ海苔の周りに塩がついてますね。海苔はすごいパリパリしてるんですけれども、すごいいい香りがしてまいります。韓国海苔の独特の香りですね。なんか磯の香りが混ざったような。あ、今日のはいけてますね。なかなか具がたっぷりですなんか辛そう。それでは味の方チェックしてみたいと思います。あ、すっげえうまい。キムチのなんとも言えないこう辛いなんかあるじゃないですか。独特の辛み、辛くはないんですけど、そのなんかこう香辛料がすごくパンチ効いてて、で白菜がまあ中に入ってて、でお肉と一緒に歯ごたえよく食べれるっていう感じですかね。辛くないです。このまま全然 OK ですね。めっちゃ美味しいです。セブンイレブンさんの新発売の豚焼肉キムチおにぎりですね。税込み140円です。めっちゃ美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。